しない。
だけツリーになっちゃったんだよね。ココちゃんに裏切られたんです。なんでなんで違う。はい、じゃあ気を取り直して少しだけお願いします。あー、もう一番。優しい人がいっぱいいて嬉しいですね。はい、いきます。みんなメロメロのティーミン。あー、みんなそんな声出してたら悲しいクリスマスを過ごすこと。シーアンペラオティーこと立花奈央です。よろしくお願いします。アイアイアイカワレコだった
買ってくる、うん、リトルマーメイドおでだからなんかあれでいいじわって思ったけど、でもちょっとそんなこと言ったらね、あの友達に申し訳ないからね、私はこれがハッピーだって。くれる友達がいるだけいいただあれじゃない、あれ切な切ないよ。レイターさん、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 レッスンの時に普通にエンジェルパーカーを着てるんですよ、うん、だから何気なくポケットの中に手を突っ込んだらなんか紙が入ってて、おーおー、取ったら千円札がポケットに、それ私だよ、私だよ絶対にさ、何の欲しいの、何が欲しいのいやでもそんな変な話しないの。そう、なんかセラちゃん前さ、こちま幼稚園っていうさ、MCMC でさ、いいよったね、なんか大人になるためにお金が必要でとかさ、ちょっとお金に執着があるのかなそうなの、セラちゃん、え、なんちゃんはなんかあるなんちゃん、なんちゃんは、あの、結構ガチな話で、おお、ラッキーやったこと、ラッキーやったこと、うん、私3兄弟なんですよね、うん、で長女一番最初に生まれたから一番成長記録がちゃんと書いてあって、アルバムの中に私がいっぱいいること、おお、私すごい赤ちゃんの頃すごい可愛かったから、今だよ今だよ、今だよ、今ありがとうありがとう、すごい可愛く育ったから、そう、その成長が私あのアルバムの中に、ね、いっぱいあってね、嬉しかった、うん、ちょっと弟と妹にはすっごめんって感じだったけど、うん、嬉しかった、あーい、なんかさ、すらの話がすごい惨めな話みたいな、なんかの話がいい話すぎて、でも私妹だけど、あ、うん、あ、お姉ちゃんだから私は一番上、あ、じゃけん一番最初に生まれた子やけん一番可愛がってもらった、そっちゃん、うち妹やけど、なんか三者目じゃないや、何っけ、あの、授業参観、うん、とか一回も来てくれんやつだわ、私、私の時、私の時、私の時、私ね、小学校1年生と5年生と6年生とかやったっちゃうね、1年生弟がおって、5年生妹がおって、6年生私、お母さん3個全部回った、ママ、あの時はありがとう私にもラッキーなことなんか受けてくれたいや、きっと今年、あ、お金が降ってくれた、来年2016年がいい年になるよ、きっと、あ、なるほど、うん、来年に期待しよう、じゃあ、あと何日か我慢だよ、まあ、でもね、私はラッキーが訪れるからね、あと3日後にラッキーガール、そう、私は世界一のラッキーガールになるんです、え、そうなっちゃうんだよ、え、何、え、待って、6日後に自分、あ、ほんとや忘れとったえ、てか何のことか全然分からんかった、じゃあ、ついでにアピール、1人1分くらいアピールタイムしてきますか、いや、いいよ、私いっぱい昨日喋ったし、あ、ほんとや、いいのあ、じゃあ、アピールしますね、アピールしとく、じゃあ1分かかりよくてどうやったんやって、カラオケあれの、1 水曜日祝日なんですけど、渡辺心の初めての生誕祭を開いていただくので、まあね、さっきも言ったんですけど、まあ、H0048 さんの個別面談の時間もちょっとずらしてみたり、こいつ握手会のね時間をねちょっとずらしてみたりとか、まあちょっと券をあの売ってみたりしてあの、こっち、あのですね、30分なんですよ、マリンメッシュですか、からここまでがね、30分なの、だから、まあ、ちょっとワンチャン回せる方がいたらよろしくお願いします普通に、はい、終了、わかんないですよね、20秒ぐらいおまけしたくないよぜひ、あの、23日は来てくださいね、はい、24年会場もです、あ、はい、こっちこそに来てくださいということで、続いてのユニット曲に行きたいと思います。
続いての曲は頑張ればいいです。お聴きください。Thank you.
います。おあったりしますか？あ、あるよ。本当？じゃあ、こっちは？私のお家は、うん、そのパパと私たち、私が単身赴任、パパとママと私、パパが単身赴任で、その、うん、東京におるちゃん。で、私は京都に住んどって、で、パパが、なんか予告もせずにこの前帰ってきてる時に、そこらへんから、ハーディー来ちゃったみたいな。いや、違う。そういうのじゃないの、本当に。お正月に向けてね、帰ってくるって言ったじゃん、うん、できるの26日からかと思ったら、なんか、ほんと、昨日の朝に起きたら、うん、ソファで寝てて、なんかもしかしたらね、うん、パパが死んで幽霊になって帰ってきたんじゃないかなと思って、いや本当にびっくりしたの、うん、で、呼ぶくなくてね、うん、で、なんか朝起きて、なんでいるのって言ったんだけど、起きなくて、そう、で、なんかそのまま私出てきたの、公園に来たの、うん、で、それでママに後で聞いたら、一言も喋らずに、また東京に帰っていったよって。なんで？一日も、なんか一日も滞在してない、滞在時間9時間って言うと帰ってきて寝てるの？寝てよって言ったと出て行った。ご飯だけね、食べ散らかして出て行ったって言った。やっぱね、自分家のご飯がいっぱい食べたくなったんやな。いや、なんか、わかんないけど、帰ってきて、うん、いきなりこのこと戻っていったから、うん、あれはちょっとデジャブだったんじゃないかなと思って。デジャブ、なんか過去にもあった。いや、デジャブ、あ、違うの。デジャブ、デジャブじゃなくて、亡霊、亡霊、亡霊、でも見えちゃってたのかもしれないから、やっぱ疲れてたかなと思って。大変や。いや、だからそれが嘘。そう、かわいい娘を見に帰ってきたよな。普通自分の車あるじゃないですか、うんうんうん、普通間違えなくないですか、うん、間違えなくないですか、見た目もね、うんうん、なんかこの前、この前っていうか結構前なんですけど、ショッピング終わってこう歩いてたら、親が、お母さんが先に車に乗ってたんですけど、うんうん、なんか違和感があって、え、何しようみたいな目で見やったら、なんか早くおいでよみたいな、うん、するけど、よく見たら全く知らない人の車にちょっと乗ってて、スペレボさんです。聴いてください。
はい、高梨、いただきありがとうございます。探しに行こうか、見に出ようよ。あ、白いなんか白いやつがあるよ。ほんとだ、ピンクね、合ってる。何がないかな。はい、ピンク、緑、あ、緑、ちっちゃい緑。わー、すごいね。お、他には何か大丈夫、はい、あ、いいのかな。やっぱり光ってクリスマスとかオラフにしては
なったりとかしてもね。お腹だけちょっとなんかあまり感じてないみたいな。マイル？マイル？そうだね。でもまあ可愛いからね。はい。あ、戻ってきた。たくさんの。B が2個いるよね。なんかバラエティ豊かだね。うちそうですね。じゃあそんなスリーさん、次の曲紹介をお願いします。はい、次の曲が最後の曲になります。はい、最後の曲はクリスマスにぴったりなこの曲です。聴いてください。クリスマスは終わらない。Yeah.
んですけど、今日でクリスマスを始めることはできましたか？クリスマスは一緒に過ごす人いますか？じゃあ皆さんは今日のクリスマスの始めを今日にして、来週にまた皆さんがここに会いに来た時には、そのクリスマスをもっともっとリア充させるために、来週は水曜日にココちゃんの生誕祭があるので、そこでもこの曲、その日ラストなので、また聴きに来てくださると嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。やばい。今どこ？
大好き。これも私のことは何も知らないじゃないですか。結婚してくれないの。はい、わかりました。おめでとう。おめでとう。すごいね、スリー。何でも会話できるじゃん。 HR って何。はい、わかりました。ダメだな。すごい。電話もできるんですか、それ。誰か電話してるじゃん。昨日なんかご飯
食べに行きたいって言ったら、そうそうそう、この近くの料理屋さんの教えてって言ったら本当に教えてくれましたよ。なんかハンバーグ屋さんも聞きたくて言ったら結構出てきたけん便利ですね。うん、皆さん使ったことありますか？ある。あ、既に使ってる？ある。使う？ある。あ、グーグル、オッケーグーグルの方だ。でもなんか、うん、オッケーグーグルでいろいろ遊び寄ったからね、なんかこう、例文が出てくるっちゃ、それに。そしたら、ドミノピザに電話してってあったから、お父さんが、ドミノピザに電話してってお父さんがいたんですよ。そしたら、本当に電話かかっちゃって、で向こうの人も電話出ちゃって、お父さん、すっごい恥ずかしそうに、すいません、間違えましたって言ってたから、ちょっと電話をしてっていうのは、ちょっと要注意かもしれないですね、シリを使うから、ね。そう、でもアラーム設定とかもできるからね。結構いいかもしれませんね。あら、あ、この間マユリにアラームかけてもらいましたね、私、そういえば。うん、だからね、8時にセットしてくださいって言ったから、明日は8時に起こしてってシリに言って、セットしてもらったのに、なんかそれより後に起きたんですよ。あー、今日ご飯抜きね。はい、起きました。9時か、あんまり意味ないな。はい、じゃあそのね、シリに夢中な橋本さん。アンコールの曲紹介をお願いします。はい、アンコールありがとうございます。アンコールの曲は希望のつぼみ、スマイリーレイズです。それでは聴いてください。希望のつぼみ。Oh,
はい、じゃあおめでとうミールということで。ミール。はい、あの年末で忙しい時期だとは思うんですけど、ぜひ来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.